やっていきましょう。トロールフェイスクエスト4。だんだんクオリティが上がってるような気がするんですけれど、今回は一体どんな摩訶不思議な出来事が起こるんでしょうか。スタートでやっていきましょう。お願いします。息継ぎができなかった。お、なにこれ。オリンピック聖火を灯そうとしてるところに後ろに誰かがいる。プーフ、あれ、聖火って雨でも消えないんじゃなかったっけ。どうして消えた。偽物なのかな。で、これでこいつを追いかけるってことかな。あ、火を灯す。ライター持ってるね。これでつくの。あ、しけってる。つかない。マッチあるよ。マッチでーすわ。誰が動かしたのこれ。怖いわ。ほら。なんか顔があるけど。あ、雨を降らせるってこと。でも雨降らしちゃったらね、炎つかないけど。クリックしてみる。そういうこと。裁きの雷、青い炎。いいじゃん。グレンの豪華に焼かれて。さすが神様だな。はははは。ははって言っちゃった。すげえ、乾いた笑いしちゃった。これは的に当てるって感じ。撃つよ。今回オリンピックの競技がいろいろ出てくるって感じなのかな。まあ失敗するよね。これ多分近づけられるんじゃない。だよね。もう傾向が分かってきたわ、このゲームの。いいぞ。4にしてマスターになれるんじゃないかな。ネクストレベル。いい感じ。さあ、雪と戦ってる友達がいないのかな。わ、友達になれそうだね、ぼっち同士。普通にやってみる。どういうこと？左側動かしたのに。そもそもなんで雪が動いてんだよって話だよ。これは、あ、はい、あ、溶かすとかそういうことじゃない？あれ、雲がどけらんない？これ横、あ、横に移動できる。だからこれで、やったぜ。そんなに高熱なんだ。すごい暑い国なんだろうね、ここ。なぜ雪降ったんだろう。さ、ジャパニーズ柔道？ Yeah！ 上半身に比べて下半身がすごいけれど、じゃあ普通にやってみる。威嚇かな。楽しそう。こっち側やると。ワンパン。ああ、じゃあこれで失敗ってことは、左側をどうにかして勝たせろと。審判を買収するとかできない。こいつらをなんかクリックできて、買収できないか。他にクリックできそうなところ、ウォークスルー。ここら辺最初からあったもんね。レベル4。でもクリックできるところねえんだけど。この二人のどっかの部分をやるのかな。股間を重点的に攻めるとか。ハチマキを取るとか。いやいや、威嚇しまくるとか。おらおらおら、あ、いや、運ばれたんだけど。場内にどうやって入ったの。クリア何回、どういうこと。勝負には負けたけれど、試合には勝ったみたいな、そういうこと。そういうことなんだね。うわ、I love sports。 I love sports ってなんだ。これ掘って、ワカサギなんかスイーってきたよ。スイーって。あいつをクリックす、あ、こいつをクリックすんじゃない？今クリックできたね。で、こいつをクリックして、あれ、どこ行った？あ、もうダメってこと。多分ね、時間経過というか、3回来る間に、あれ、クリックできねえな。ふっ！ふっ！あ、来た！やったぜ。どういうことなんだろう。穴を開けることが当初の目的だったわけで。失敗例も見てみる。これ掘りすぎるとどうなるんだろう。掘りすぎると、あ、掘れないってことなのね、ずーっと。だから、こいつをクリックするまでは次に進めなかったと、そういう感じなんだね。さあ、じゃあ、ネクスト。お、スキージャンプ。どういうことなの？これ、地面がねえんだけど。海の中に飛び込むってこと。それはそれで楽しそうだね。怪我もしなさそうだし、普通にやってみよう。えい！着地、それ技術の問題じゃないの。他に何か、ジャンプ台をなんか変えるとか、もしくは着地の瞬間に俺がクリックするとかありそうだよね。空とかどっかクリックできそうなところないから、やってみる。せっ！あ、ダメか。あ、でもなんかできそうだった、今。ここら辺。できないから、ここら辺、あ、え？競技が変わって空の彼方へ飛んでいった。幸せそうで何よりです。次のレベル。幸せそうで何よりです。ワールドレコード。あ、ここが世界記録ってことね。これを飛べればいいと。ちょっと一回飛んでみて、普通にやって。しょぼすぎだろ、おい。もうちょっとさ、こういう大会に出るぐらいだったらさ、双方とかフォームぐらい直してよ。あ、ここに人が。ん？そういうこと？ワールドレコードを変えてしまえばいいってこと？キュイキュイキュイ、あ、変えられない。動かせない。おそらくこれを回すとかだと思うんだけどな。これでも動かせそうな感じあるんだけどな。また長押し系とかできるかな。あ！ザ・ワールド。いや、動いてるけど。え？これどうすれば？話しちゃっていいの？あ、話しても大丈夫だ。え？見てない見て、誰も見てない。観客のみんな多分違うとこ見てるから大丈夫。バレないバレない。やったぜ。よく歓声が出たもんだわな、これで。こんな不正を働いて。お！円盤投げ。室伏のフォームを見習って投げてみる、普通に。
投げる以前の問題で、回転するんだよ君、知らないの方が投げのやり方。これは CD、 まさか CD をここに、あ、セットできない。あれ、こいつ動かせるんだけど手元に戻っちゃうんだよな。こっち側に投げてダメか、どっかにやって、あ、これで持って、あ、これで持って、シュプリンチョ、競技変わってるよ。なんで審判は怒らないんだろう。そういう世界、平和な世界なんでね、不正しても結果が全てみたいな、そういうこと、家庭は大事じゃないみたいな、そういうことなんだね、怖いな、資本主義社会っていうのは。さあこれで、なんか出てきたよ。鼻が伸びたよ。え、どういうこと、それでトゥディリリルじゃないんだ、失敗ではないのね。ドーピングって書いてあるから、きっといろんな部位を大きくして最強の人間になれみたいな、そんな感じなんじゃない。またなんかこれ取れるよ。それはどうなの、失敗してないの、大丈夫。え、じゃここら辺にあるものはどこ、今度どこ。ドーピングの域を超えているんだけれど、悪魔になり下がる機械、君は。はあ、すごい、サタンを目指してんのかな。全部やるよ、このびっくりマーク。あれか、甲殻類に憧れちゃった感じなのか。こっち側は他に、ここにも下に落ちてるよ、鼻くそみたいな。食べて。何を目指してんの君は。目は、あ、目は取れない。これは何でもありじゃん、何でもありなんだね。すごい、最後にこれかな。あ、出てきた。それで、あ、最後の失敗、最後の最後で失敗かよ。じゃこれだけはダメなのね。じゃこれ以外を食べさせて何かすごいものになれってことですね。わかりました。最終的に世界を滅ぼすみたいな、そういうことを目標に頑張っていきましょうか。これで、あと2つだよね。で、こいつを食べさせて、それ以外ってことでしょ。どっかあるかな。すげえ揺れててアピールしてくるんだけど、他にどっかあるってことだよね。これは取れない。鼻くそとかもできない。これ、あ、ここ、これでクリックすればいいんじゃない。あ、何？びっくりした。これで、よ。どう？いいんかい。どういうこと？すごい悲しそうな顔をしていたけれど、あれはあれで成功だったのかな。多分新しい自分に生まれ変わりたいみたいな、そういう欲望があったんだね。さあ、これを走り高跳び？普通にやると。モーションもうちょっと頑張ってよ。こういうさ、場に出てるんだからさ、フォームを何とかして、これ下げるとかできない？あ、できないか。じゃあ、何か他に、あ、観客席。あ、応援してくれてる時に、やればいいんじゃない？応援してる時に、ほい！お、声援が力にならねえ。他に何か押せる場所があるはず。お！え？伸びた！すごい、ドラびっくり！やったぜ！未来の道具を使うとか。そうだね。家庭は大事だよ。家庭は大事じゃないからね。さあ、これは飛び込みかな？下見えねえんだけど。これ絶対あれなんでしょ？水じゃないんでしょ？普通に飛んでみるよ。あ、水だった。え、失敗なの？今の成功じゃないのかな？綺麗に回転しながらとかじゃなきゃダメなのかな？あ、またオーディエンス。オーディエンスの力を借りて飛んでみると、お、格好が変わったよ。どういうこと？あ、わかったわかった。これで、飛び込めばいいよ。ナイス。今度こそ声援が力になったぞ。やった、ありがとう、みんな応援。みんなの声が私の動画の励ましになります。皆さんコメントいつもありがとうございます。よし、コビも売れた。3、2、1。あ、ダメだ。失敗だよね。まあ、やっぱ真ん中に当てなきゃいけないと。この後ろにいるこの人は誰？めっちゃ笑われてる。なんかファイティングポーズ取ってるから殴るかなと思ったけど、そういうわけではないんだ。これは？あ、ダメか。3、2、1は使うと思うんだけど、これ押して、こいつとか。あ！ビギナーズラック。やったぜ。下手に狙うよりも、相手不意に出た一撃の方が面白いみたいな、そういうことだよね。実況でもそうだよね。考えて喋るよりも、不意に出た言葉の方が面白いみたいな。そういうことありますからね。あるある。さあ、フィニッシュだって、レベル13。まあ、多分ね、今回もレベル20まであると思うけど、ゴールフラッグが2つある。行ってみる？はい。これで？お。え、ダメなの？普通にゴールできたような気がするけど、やっぱ完成が必要なのかな？なんなのこいつらのにやけ顔は。すげえバカにしたような顔。やめて！フラッグ最初から切るとかできない。あ、リンボー？これゲーム？あ、リンボーダンスをしろってことか。え、できるのこれ。これで下向いて。あ、できないか。多分リンボーダンスしろってことなんじゃないかな。リンボー、リンボー。今なんかクリックできそうなとこあったよね。ここら辺。どこだ？これ。お、
なるほどね。BGM も大事だ。やっぱ完成以外にも、やっぱ雰囲気って大事だしね。これで、リンボ、リンボ、イエーふぅふぅ楽しい世界。いいな、こんな幸せそうな世界。毎日が楽しいんだろうな、こいつら。今度は体操。はい。どういうこと？上にすら乗れない。ここに乗って失敗するとかじゃねえんだ。こっち側は触ってもダメ。この朝、すごい、カモシカのような足がすげえ気になるんだけど、これ縮めたりとかできない？できないか。他にどっか触れそうなところを探して、今回むず、あ、何この星。競技変わってるから、君はどうして出てきたの？いえ、これ、なんで成功なの？何が成功なんだろう。多分このゲームはね、成功というものは自分が考えてるものじゃなくて、意外と身近なところにあるんですよ、みたいな。そういう気づかせてくれるゲームなんでしょうね、きっと。ありがとうございます。さあ、次。なんでお前はこの競技に参加したの？自分の体鏡でよく見た方がいいと思うよ。まず諦めよ。これは普通にやると、あ、ポキっていくかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだ。背中に何背負ってんの、これ。どこから何を入れたの？どこから何を入れたらこうなるの？やったぜ。何なんだよ、一体。そうなの？俺ちょっと試してみようかな。空気入れを。やめとこ。やめとこ。言うのやめとこ。やるのも言うのもやめとこ。13、13。沈んでったよ。ゴルゴってわけではない。111。折れたよ。777。これは？折れたよ。072、あ、071か。惜しい。で、トビウオ、イルカ、よくわからない生き物。どういうこと？これでまた押しちゃったらまずいような気がする。あ、進めるんかい。そういうことね。前のあいつらが邪魔だったからどけて進めと。なるほどね。他人は犠牲にして自らを生き残るべき道。やっぱ競争社会っていうのはそういうもんですよね。ありがとうございます。さあ次。何これ？競技すらわかんないんだけど。これで早くして、早くして、限界まで早くして。ぶつかって、あ、じゃこれ、多分、調整しろってことでしょ？もう一回押したらダメなんだよね。じゃ、最高速度じゃいけないんじゃないかな、おそらく。だから、ちょっと早くして、これぐらいでやってみる。そうすれば多分、ジャンプとかできんじゃないかな。おそらくあれを飛び越えろってことでしょ？マウスカーソルが変わる瞬間があると思うんだけど、あいつが来た瞬間に、こっちをクリックするのかな、多分。遅えな。もう一個ぐらい早くしていい？これで、あ、どういうことなの？なぜ壁はなくなったの？きっと早すぎ、多分除去作業をしてて、で、早すぎたから間に合っちゃったみたいな、そんな感じなんだろうね。3位。これ、上に上げるとかできない？こいつを蹴落とすとか。すごいなんか、まあ、できるけどできない。2番目は？喜んでる。3番目は？あ、一応喜ぶんだ。ここら辺とかなんかすげえ気になるんだけど。これ見ようかしにあるじゃないか。沈めるとかできないかな。足を引っ張るとかもできない。この葉っぱすげえ怪しいんだけどな。なんかないかな。なさそうだね。移動とかもできない。あ、ここクリックできるよ。まさか。やったぜ。そして、やったぜ。やっぱりね、これをなんか伸ばすかさ、下げるかだとは思ったけど、そういう風にやるのね。一個ずつ消していけばそのうち1になると。素晴らしい発想だね。発想の勝利です。ありがとうございます。レベル19。これは多分マラソンなんだよね。疲弊しちゃって。あ、俺が触ったばっかりに。そうだよね。ランナーに触っちゃうと失格になっちゃうもんね。じゃあ俺はどうすればいいんだろう。あ、わかった。なんか来んでしょ。障害物みたいな。それを避けさせるとかそういう感じじゃない？じゃないかな。じゃなかった。時間経過で何かが前から来て、クリックすればいいのかなと思って。あ、もしくは、これずっと放置してればいいんじゃない？そうすればそのうちゴールが見えてきて、ゴールしてくれるとか、ありそうじゃない？ただ他にクリック、あ、何これ。電信柱かな？触ってみよう。えい。え？え？やったぞ。そういうことね。火事場のバカ力っていうこと、ことわざまで教えてくれるんだ、このゲームは。すごいな、教育にいいな。さあ、炎が灯っていて、扇風機がある。何を目的としてんの？水があるよ。かけると？あれ、消えない。ってことは、これ、オイルってことか。この人は？笑ってるだけ。ラフな格好でこんなところ来ちゃって。あなた。よく出る。何回も何回もよく出る。靴下履いてて、ボエ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 して、
水かけてボエボエしてたっぷりやって、扇風機は、あ、扇風機つかない、よいしょ、風が吹いている、風が吹いてる時にオイルをやって燃やすとか。でもなんかすごい灯火が強くなってるよね。だから組み合わせってことだと思うんだけどな。いや3ついっぺんにやっても無理だねこれ。どんなに早くやってもできない。他に何か笑ってる、この羽みたいなの何これ。あすごいね、水よりもゲロよりも扇風機の風よりもこの人の肺活量が一番消すのにふさわしかったと、そういうことなんですね。ありがとうございました。これで聖火の火を消して見事クリアしたと。全部1位重なってんじゃん、すげえなこいつ全ての競技において1位とデカスロー、素晴らしいね。ということ栄光に溺れ、酒に溺れ、あの栄光の影はなしみたいな、そういうことなんだね。日々努力、過去の栄光にすがっていたらこういう姿になってしまうんだよって皆さんに教えてくれるんですね。すごい道徳的なゲームでした。ありがとうございました。私もこの方を見習ってお酒は控えていきたいと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。お付き合いいただきましてありがとうございました。バイバイ。